桃の花桃色は明るく淡やか色。赤、または赤紫と白を混ぜ合わせて作ることができる。別名、東海色。日常的にはピンクに該当するは妙として広く親しまれているが、ピンクがなでしこの花を表すのに対して、桃色は桃の花の色のことである。桃色の起源は古く、万葉集にはすでに桃花日かかち記述が見られる。当時の桃色は、 桃の花で染めた色のことであったらしい。今日では必ずしも桃の花で染色した色のことを意味せず、桃の花のような淡い赤色のほとんどを桃色もしくはピンクと呼ぶ傾向がある。英語にはピーチという色名があるが、桃色とは別の色であり、桃の果肉に近い色で表現される。桃色と同じく桃の花の鮮やかなピンクを表す場合には、 ピーチブロッサムという式名が用いられる。桃は古来より中国や日本では魔よけの力を持つとされたため、現代の日本でも桃の節句などで女の子の健やかな成長を祈る風習が残っており、桃色は若く健康的な女性の心象を喚起することが多い。日本では桃色事件、桃色遊戯など男女間の式場にまつわる事物を表す言葉としても、 用いられる。桃の果肉英語起源のピーチという式名は、やや灰色みを帯びた薄いオレンジ色である。これは、よく熟した桃の果実、特に果皮というよりも、果肉の色に近い。フランス語では、ペッシュという。新生児や幼児の肌の色を連想させ、親しみやすい色として用いられる。イギリスにおいて、ピーチという式名が用いられるのは古く、 1588年頃からであるとされる。一方、ピーチブロッサムが色の名前として初めて使われるのは1702年のことであり、欧米においては桃といえば果実を連想させるものであったことが伺える。ピーチの色合いが肌色と近いことから差別問題を喚起させる肌色という式名の代替として用いられることがある。ありがとうございます。